はい、こんにちは。黒田和史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ジャズの歴史で、グレン・ミラーさんについてお話ししていきたいと思います。これ、グレン・ミラーさんはですね、えー、有名な映画がありまして、グレン・ミラー物語っていうのがあるんですよ。で、まぁ、あ、ちょっとネタバレなので、もし今から映画を見るっていう人方は、一回閉じてもらって映画見てから見てもらうと、ああ、なるほどなぁ、みたいな。まぁ、あ、映画見れば分かる内容ばっかりですけど、1904年生まれで44年に亡くなられたってことなんですけど、 よまあ、非常に短命ですね。40歳で亡くなられてるね。で、これは映画を見るとすごく感動するんですけど、曲、多くの曲はですね、奥さんのために作られてるわけですね。えー、まあ、有名なお話、イモン演奏では、えー、区爆があっても演奏やめなかったっていうのが結構、こう、ジャズミュージシャンっていうのはそれが根性なんだよ、みたいなね。昔学生の時によく聞きましたが、そういうエピソードを作った人でもありますね。まあ、あの、グレンミラー楽団は現在でも活動中で、いろんなミュージシャンがそこ、 から、まあ、有名だったりしてますんで、そのお話をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい。映画、グレンミナー物語ですね。ぜひ見ていただくと、プライムビデオでですね、えっ、ー、と、プライムで無料で見れたんで、えっ、ー、と、まあ、あの、とりあえず見てみるかって感じだったんですけど、こういう映画の中ではかなり僕感動した方ですね。えー、コールポーターの五千死のラブレターも、えー、五千符のラブレター五千死のラブレターあれ、あれも非常に良かったですけど、 えー、まあ、かなり生々しい映画だったと思うんですが、えー、売れない時代が非常に生々しいんですね。えっ、ー、と、こう、なんていうんですか、トロンボーを七に入れて、みたいな。で、しばらくして仕事があると、トロンボー持って帰ってきて、取りに行って、みたいなで。その時にですね、あの、後で出てくるんですけど、こう、真珠の首飾りのイミテーションをね、一緒に買うんですよ。で、プロポーズした女の子がいるからって言って、 で、まあ、スタートするんですね。で、奥さんに、こう、とやくプロポーズするんですけど、ミュージシャンだから、2年間音沙汰なし、みたいな。もうちょっとしたら迎えに行くから、みたいな。で、彼女はそれで言い名付けがいるのにも関かかわらず、結局、えっ、ー、と、電話ね、ここに電話してって言われて、で、そこに行って、断るつもりで行くんだけど、行ったら、まあ、結局、彼のことをやっぱり、 ねやっぱ学生の時から一緒だったのかななんか、なんとなくその映画のイメージでは、学生の時から付き合ってて、で、卒業して、まあ音楽活動をしてるから、全然帰ってこなくて、みたいな形だったと思うんですけど、でもやっぱり彼のことが好きになってしまって、で、結婚するんですね。で、あの、ルイ・アームストロングがですね、ジングルーパーと一緒に、えっ、ー、と、まあ結婚したからって言って、下町に行って、要は、まあアップタウンをですね、あの、ニューヨークの上の方の、あの、お店の方に行って、で、ちょうどルイ・アームストロングバンドが演奏してるところに、 で、まあ、彼が加わって、あの、ジンクルパとか加うって入ってくれよってってで、アグレン・ミラムぜひ入ってよって言われてトロンボーン吹いたりとかするんですけど、まあ、本当にあの、ジャズミュージシャンあるあるな感じで、で、あの、黒人ミュージシャンとかにもやっぱちょっとすごく敬意をもちろん払ってこういう音楽やりたいんだよね、みたいな素晴らしいだろうみたいな感じでやってて、なんか前にもあの、ちょっと対談でもやったんですけど、やっぱりこう、ミュージシャン自体は、白人黒人っていうのはあんまり差別してない人が多いというかね、 うん、でもやっぱりその当時はやっぱりいたと思うんですよ。で、マイルスが、えー、白人のね、要は、いわゆるそのビル・エヴァンスを入れた時は、やっぱかなりブシバッシング食らったっていうんで、やっぱそういう時代だったんでしょうけど、でも、まあ、白人の方はあんまり気にはしてないって感じだったと思うんですけど、逆かもしれないなそこら辺はちょっと僕もその時代じゃないし、ちょっとよくわかんない。今はそれほど、もうさほど、あの、こう、 そういう隔たりはないと思うんですけど、まあもちろん、ありますよ。まあ絶対ある。日本でもまだあるからね。僕もそういうのを、ちょっといろいろ目の当たりにいろいろ見るんで、まあ全くないわけじゃないんですけど。で、まあ、デルイ・アームストロークバンドのところに、まあジンクルパと一緒に飛び入りして演奏したりして、で彼女はやっぱり、あの、うちの旦那すごいわ、みたいな感じなんですね。で奥さんはもうめちゃくちゃしっかりもんでですね。で、彼女と結婚するために彼は、すごい、こう、 いい仕事を、要はいわゆるミュージカルの仕事を演奏するんですよ。でも、この奥さんすごいよく分かってて、彼が今一つバンドが良くないとか、そういうことをちゃんと言い当てるんですね。そういう嫁さんってすごいですよね。やっぱり自分が一番大事に、ミュージシャンって一番大事に思って人生の9割以上が音楽なわじゃないですか。そこにこだわりを持ってやってることを分かってくれる人ってのはものすごい大事なんですよね。で、演奏面とかのところも分かってくれるし、金銭的なところも、 彼にね、がっかりしたわ。もう、あなたはその自分のサウンドを見つけて演奏してくれるもんだと思ってたのに。で,で、彼は、お前をがっかりさせてたんだ。私はホテル暮らしじゃなくてもいいの。みたいな。あなたが夢を追いかけてるあなたが好きだったから結婚したのよ。って言われて、彼は頑張ろう。みたいな感じね。で、えっ、ー、と、演奏のね、なんかこう、この人にアレンジの勉強しに行きたいんだって言ったところの電話番号奥さんが控えてて、ここに電話しなさいって言って、明日から、あの、もっと、 ね、しそなとこに行って、で、契約するのは私得意だからって言って。で、契約していろいろ生活して、で、曲ができて、じゃあバンドをやりたいんだけど、バンドやるときにこんだけお金足りないって言ったら奥さんが、それだけだったらちょうど貯めてたお金がぴったり合うって、1800ドルだったかな。まあね、その当時で言うと本当何百万かの話だと思うんですけど、えー、1800ドルだったら私持ってるいよって言って。ちょうどあなたのずっとポケットマニュアをくすねて貯めといたの、みたいなね。 でも本当にだからもさ草のこと大好きで。で、結局最初のツアーもあるんですけど、ツアーの途中でこう、こう雪が、雪で中心になってしまって、でもメンバー、たどり着かないのね。もうツアーしてる時とかもね、メンバーがたどり着く、たどり着けなくて、で、しゃーないからこうトロンボーンとピアノとベースだけで演奏してるみたいな、なんかもうそれのすごい生々しいです。僕らもそういう経験何回もあるんで、すごく生々しい映画だなと思いました。で、 まあ、不幸続きで結局、その、コンサートも中止になって、奥さんもね、その、妊娠してたこと知らなくて、流産してしまって、彼女は子供を産めない体になってしまって、もうとにかくね、こう、失敗失敗、売れない売れない売れない、失敗失敗失敗で、さあ、チャンスを掴もうと思っても、なかなか掴めないんだけど、でも結局ね、この後、その、挽回して、ですごい有名になって、もう、大ヒットしていくわけですよ、音楽がね。 で、裕福になって、養子ももらい、幸せの絶頂で、軍に入ることを決して、奥さんにもうお金もやっていく、ね。あの、君に対しても不自由な生活を出せると思うから、僕は軍隊に入ろうと思うっていう。その考え方がかっこいいんですけど、やっぱりこう、同志が、あの、戦っているのに自分もこう演奏だけではダメだと。で、こう、同志が戦っているところを演奏で応援したいっていうことでですね。で、彼は軍隊に入っていくってお話しますね。 多くの曲をアクサのためにということで、真珠の首飾りって最初に出てきたと思うんですけど、真珠の首飾り、いつか本物をって言ってね。で、しかも演奏で初めてやる曲この曲の曲名は、真珠の首飾りで、で、首飾りをプレゼン、本物のお金が貯めて、プレゼントしたりとかね。 ペンシルバニア65000っていう曲があって、ペンシルバニア65000って、じリ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 ,リってベルが鳴るんですけど、これがあの、奥さんと結婚するときに、えー、ペンシルバニアの6500番に電話してくれって言うんですよ。それで結局彼女があの家まで来るわけじゃないですか、そこでね。断りに来たんだけど、結局そこで結婚するわけじゃないですか。だから、彼女の誕生日の日に、この曲の意味は覚えてるかいって言ったら彼女も覚えてるよって言って、 ね、すごい、すごいでしょで,で、ムーンライトセレナーでは、その、あの、編曲を習った時ね、あの、こう、一番最初に課題曲で作ってたけど、その曲すっごい好きだいつか、あの、ビッグバンドでアレンジしてほしいわって言ってて、うん、でも課題曲だし、何枚書く,くかなって言ってた曲が彼女のもう、そのムーンライトセレナーでなんですよ。 で、まあ、アメリカンパトロールは、あの、軍隊に入った時に、軍隊に入った時に軍隊の曲が、うん、つまんないなと思って、彼は勝手にアレンジ始めて、そしたらすごい上司に怒られるんだけど、その上の上司がすごい喜んでくれて、で、その、自由にやって曲作ってもいいよって言われて、で、その軍隊で多分作った曲は多分インザムードも、アメリカンパトロールもそういったところで作られたと思うんですね。で、茶色の小瓶に関しては、僕、茶色の小瓶って、もう本当にあのー、 普通にグレーミラーの曲だと思ったんですけど、これ元々の普通のこう、なんていう、民謡みたいな曲なんですね。で、それをなんかこう、デートしてるとき街で聞いてて、私この曲すごい好きなので、え、こんななんか古臭い曲好きなのって言ったら私この曲はなんか胸がグッとくるのよね、みたいなことを言うわけですよ。で、最後に、えー、っと、まあ、ネタバレなんですけど、えー、結局、あの、軍隊の、その、で、飛行機で移動するときに、まあ、 そこでで、ね、亡くなられてしまうんですがその明日の演奏ね、明日の演奏に君にサプライズのアレンジがあるんだよ。だから、ラジオ番組で聴いてねって言われて、でそのラジオ番組を聴く予定、そのスタジオ番組を聴く予定だったら、彼女のところに急報が届いて、あ、旦那さんは、あの、亡くなられてしまいましたよって聞いて、で、そのラジオの音楽を聴くと、茶色の小瓶のあの有名なダーラって、 だーだらったっていうのが、彼女のためにアレンジされてたて。もうめちゃくちゃいい話でですね、もうちグレーミラー見なしちゃったみたいな感じなんですが、芋演奏ではね、空爆があっても演奏やめなかったってシーンがね、結構生々しく飛行機、まあ怖いですよね、飛行機ばーッと飛んできて、ボーンボーンでこう爆破されてるんだけど、ずっと演奏し続けて、で、それでこう、なんていう、その人、その場にいた人たちを鼓舞していくっていうか、本当にだから、すごくこう、 男性的な、すごくこう、力強い、こう、信念を曲げない人だったのも、かっこいいなと思いましたね。 バンド自体はね、現在も活動中で、亡くなられてからもずっと活動されてます。えっと、ヘンリーマンシーニーっていうね、えー、っと、まあ、有名なのは、ティファニーの朝食のあの、ムーンリバーですね。あの辺の作曲とか、えー、酒とバラの日々とかね、シャレードとかね。まあ、その辺全部作曲されて、まあ、あの、ピンクパンサーの曲とかもそうですけど、まあ、彼はもうすごい作曲家として有名ですけど、最初はですね、えー、っと、ベニーグッドマンに勧められて、えー、しばらくの間、えー、グレンミラーバンドのアレジャー、 アレンジャー兼ピアニストやってるんですけど、被ってるのギリギリ被ってないのかななんかそんな感じですね。本、本人とね、被ってるかどうかだとわかんない感じなんですけど、なんかギリギリ被ってそうな感じがするんですけど、その後、結局その、 アレンジャーとして成功するために、えー、西海岸の、要はハリウッドに移って、映画音楽のサポートしていくうちに、映画音楽を作曲できるようになったってことなんですが、えー、日本に、もう大阪に神戸ですね、住んでるフィリップ・ストレンジもう本当に素晴らしいピアニスト僕も何度も共演してますが、彼もね、グレーン・ミラー・バンドで来日してるんですよ。で、彼はまあ、その後も、えー、ジョーヘン・ダーソン・バンドに入ったりとかね、いろんなバンドですごい有名になってますが、えー、フィリップもグレーン・ミラー・バンドでしたね。 ただ、グレンビラバンドだと本当に全部ピアノはこやること決まってて、本当にあの、彼はもう、新しいことやりたい人だから、その時にすごい、なんかこう、毎日拍手喝采なんだけど、またこれかって思ってたっていうふうに言ってました。だからもう本当にクラシックに近いですね。もうやることは全部決まってて、いかにそれを再現していくかとかですね。ジャズミュージシャン的な形では、まあだから結局、グレンビラバンドとか、その、 ベニグッドバンド、マンバンドっていうのはどちらかと,いうとアレンジの部分で、アドリブの部分っていうのはほ当と、ほんと、ほんとちょっと少しで。だから、こう、後々のジャズミュージシャンが、こう、なかなかやらない。だからセッションなんかにいてもやる曲が少ないということですね。なかなかあんまりはやらないですね。だからやっぱりこう、吹奏楽とか、もう完全に決まってアレンジされた演奏をするときにはよく使われるということですね。はい。 えー、男にはいい嫁が必要だということでですね。本当にね、こう、この嫁さんがいたから彼がいたんじゃないかなと思われるぐらいですね。仲むつま、ま、仲むつまじく。本当に素晴らしい、えー、いい映画だと思う。まあ、ある程度ね、あの、奥さんの証言とかからやっぱ作られてるんで、まあ、ものすごくこう、美化されてる部分もあるのかもしれないですけど、本当にいい物語だったと思います。ぜひ映画見ていただければと思います。えー、本日は以上になります。今日は最後までご視聴ありがとうございました。 今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。